がとうございます。お初にお目にかかります。貴重にございます。よろしくお頼み申し上げます。今回初めてですね、葉月しおり様の主催読んでいただきまして、葉月さん誠にありがとうございます。ありがとうございます。そして本日、お世話になっております西川口ギャラクシーの皆様、大変ありがとうございます。ですね、私、ちょっと、見ていただいた通り、和装でですね、和風の曲を交えまして、いろいろなジャンルの曲を、カバーして歌わせていただいております。後半あと2曲歌わせていただきますので、お付き合いのほどよろしくお頼み申します。ではよろしくお願いいたします。お次は、もしよろしければ一緒に拳や、手拍子よろしくお願いいたします。頑張れ高橋。頑張れ頑張れ頑張れ高橋、振られてもなくんじゃない。電話の声聞いてわかったよ、あんなに燃えてた恋なのに。今夜は夜明けまで向き合うよ、涙は抜き
クされのジャンク君はアルデンテのジャンクされのジャンク君はアルデンテ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 すごい緊張しました。あの、はい、この西川口ギャラクシーさんには結構何度もお世話になっているんですけれども、はい、やはりあの初めてのイベントですので、とても緊張しまして、ちょっと歌詞が一部飛んでしまいました。申し訳ございません。そういうこともあるさ。駅長さん、あ、初めましてですね。初めましてのはずですが、なんかどこかで会ったことあるのは気のせいかね。あ、私はなんか見たことあるようですよね。あのですね、一人で歌うときは機長と名乗っておりますが、別の、はい、活動のときは葵という名前で活動しておりましてですね、はい、で、動物のユニットアニマルズという、うん、はい、ユニットにも参加しております。アニマルズの主催ライブに葉月しおり様とボロちゃんが大変お世話になっております。もうボロちゃんほぼアニマルズのメンバーにや。そうだね。いや、なんか知り合いのウサギに似てるなと思ったら、はい、そういうことだったね。人間の格好してるので、あまりね、人間の格好の時にはお会いしないと思うので、そうですね。あ、そうか。いや、大変、うさぎさんには、青木野さんにはよかった、本当にお世話になっておりますね。こちらこそ、大変お世話になっております。はい。そんな貴重な、何か、はい、告知とか、近況報告とか、何かありますか？はい、告知ですか、告知。アニマルズの方でですね、5月7日と8日に、川越の方でゴロちゃんの主催ですね。そうなんだね、はい、ユニクス川越っていう商業施設、川越駅から徒歩5分くらいのところにある商業施設で、ゴロちゃんとゴロちゃんのお友達のアーティストで主催するイベントがあるね。そこに、ゴロちゃんは他のキャラとライブやったりもするけど、そこにアニマルズも2日間出てくれるにゃ、はい、アニマルズのステージにもゴロちゃん出るからにゃ、はい、よろしくお願いいたします、ね、あとですね、もう一つよろしいですか、はいはい、私、機長としての、次のライブがですね、6月12日日曜日、またこちら西川口ギャラクシー様にお世話になります。よろしくお願いいたします。ギャラクシー付いてるんですね。そうなんですよ、今年は先日も出演させていただきまして、3本続けてギャラクシー様にお世話になっております。はい、すごいですね。じゃあそれらの情報を得たい方は、はい、受付でフライヤーをお配りしたと思うんですけれども、機長さんツイッターアカウントが載っておりますので、はい、それで、つながっていただいて情報を得るという感じで、もうこれは義務ね。必ずツイッターフォローするね。義務です。義務ね。国民の義務です。国民の義務だからね。はい、うん、これフォローしないと捕まっちゃうかもしれないからね。はい、必ずフォローするようにね。フォローしていただければ幸いでございますので、ね、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ今回初出演だったわけですけれども、はい、次も機会がありましたら出ていただけますでしょうか。もうぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。はい、声かけていただけるだけで本当にありがたいです。じゃあ機長さん、何か言い残したことはないですか？もう大丈夫です。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。トップバッター、機長さんに大きな拍手を。どうもありがとうございました。